お送りしております OK コージーアップ。今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK コージーアップ。この時間からコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。それではまずは株と為替の値動きでありますが、株はですね、今日ニューヨークの株式市場、ジューンティーンス独立記念日で、お休みということであります。為替は動いておりまして、現在円相場1ドル135円10銭付近で取引されております。それではこちらのニュースを取り上げます。参議院選挙明日公示。政府は今日物価賃金生活総合対策本部の初会合を開催。参議院選挙は明日22日公示、来月7月10日投開票となります。多くの政党は物価高に対応するため賃金の引き上げを選挙公約に掲げております。でそんな中、政府は今日物価賃金生活総合対策本部の初会合を開きます。さあ、参院選の、公示直前というところ、争点についての話ですけれども、はい、ここへ来てね、この物価というものがクローズアップされてきました。これは各国、日本だけじゃなくてですね、はい、各国の選挙に大きく影響を与えてるんですよね。どこの国も今みんなインフレ率がどんどん上がっていて、例えば、後でもね、お伝えすると思うんですけど、フランスの総選挙なんかも、はい、与党がね、だいぶ苦戦を強いられる結果になったと。それからちょっと前ですけれども、オーストラリアもね、はい、選挙の結果が与党に厳しい結果でしたよね。そうでしたよね。当時の与党の、保守系の連合が結局下野するという感じ。そうなんですよね。だから日本はね、そこまでそのドラスティックな結果は出ないだろうと、今のところの予想だとそうなってますけれども、世界的に特にロシアのウクライナ侵攻からですね、非常に厳しくなっているということ で日本も岸田総理が早々にね、これは物価高が今回一番の争点なんだというふうにおっしゃってましたけれども、日本の場合それに加えて安全保障っていうのはもう今世界で一番大変な環境にあるんじゃないでしょうかね。この東アジアの環境というものがね、でやっぱりそれリンクしてますでしょ。そういう点ではここに対してね、はい、どれだけその鋭い対策を訴えられるかというところで、だいぶ選挙結果が変わってくるんじゃないのかなっていう気がするんです。で、そこでね、はい、ちょっと各党が何を言ってるのかなっていうのを見ますとね、ちょっとみんな抽象的ですよね。抽象的でしょ。要するにその賃金上げますよとみんな言ってるんだけれども、はい、どうやってっていうところが全然具体的じゃなくて、であるいはその、補助金を出すとかですね、はい、いうことを言ってるんだけど、いやそれをやるとかえって後々まずいんじゃないのと。やっぱり経済の循環をうまく作って、賃金が上げられるっていう環境をこの厳しい中でどうやって作っていくかっていうことだと思うんですよね。で私はね、最近、はい、もうどこでも何でもですね言おうと心がけてることがあるんですけど、日本はやはりね電気代下げないとダメですよ。これは国際比較でも、はい、日本の電気料金というのは家庭用ももちろんなんですけどね、産業用の電気代世界でダントツに高い一番ですからね。で例えばその、中国だとかね、そういうところと比較しちゃいけないんだけれども、はい、韓国と比べても倍額くらい。倍、はい、それから例えばね、ドイツと比べても倍以上ですね。だからヨーロッパの先進国と比べても産業用の電気代が日本倍ぐらい。そうすると今円安でね、はい、その製造現場を日本に戻したいと考える企業があっても、はい、戻せないですよ。そんな状況では、そっちの部分でコスト高になっちゃって、はい、円安のメリットがちょっと相殺されてしまうと、そうなんですね。だからそうするとその雇用の幅も広がらないし、で賃金上げるっていう循環にどう考えたっていかないじゃないですか。だからこれはもう見直さなきゃいけない。それから今日もね、新聞各紙なんかを見ると、はい、未だにそのこのエコという方向にね、政策はずっと言ってるんですけれども、はい、これはもうみんな各国見直す動きでしょう。ドイツが石炭火力に戻るんだと、そうです、はい、
でドイツは石炭だし、はい、でフランスは、まあ、フランスはそれでもね、物価先月かな 5.8% ってことで過去最高のインフレ率だったんだけれども、それでもヨーロッパの他の国に比べるといいわけですよ。それはどうしてかっていうと天然ガスなんかに対する依存度が低いからなんですね。でやっぱり原発でしょ、はい、フランスは。フランスは原発大国だと言いますね。フランスは原発であり、ドイツはまあ石炭に舵をもう一回切る、うん、それからさらにイギリスはずっと補助金を出していた EV 車、これへの補助金を打ち切るみたいですね。だからやっぱり電力っていうのはもう本当に国力そのものだから、はい、日本がこの夏ね、そのまあみんなテレビは一部屋で見てとかね、あんなことを経産大臣が言ってですね、節電だけを呼びかけるという、これはもう賃金上げるのと逆の方向でしょ、どう考えても。まあそうですよね、で我慢我慢我慢ばっかり、そう目標どこだみたいな話じゃないですか。そうですね、だからもうちょっとねその根本を考えた方がいいと思うんですよね、はい、とりあえず賃金上げるのになんかその労組に対して働きを労組と連携してねとか言って、はい、要するに自民党も今トヨタだとかね、ああいうところの労働組合と連携を始めてますよね。あ、かなりね近づこうとして、それで、まあ、政府と労働組合と一体になって少しずつ賃金上げていこうとかね、そういう発想ではもうちょっと難しいと思いますよね。で本気で賃金上げたいんだったら、うん、何もこの時期じゃなくって、うん、春闘やってる春先に言えばよかったじゃないって、今なんで言うんですかっていう、選挙前ね、選挙のためでしょって。だからそういうその本当に付け焼き場的なことで、はい、みんなが求める本当の意味で賃金が上がっていくってことにはならないわけですよ。だから日本国内に産業を取り戻さないとまずダメですね。それからコロナがようやく収束してきてね、これから経済活動を通常に戻していこうという時に電力が足りませんとか、はい、あまりにもちぐはぐすぎる。で本当ね、結局エネルギー価格の上昇、世界的な上昇というものが、はい、この全ての物価高の原因みたいなところありますからね。ですよね、うん、で、うん、ところがその物価対策と、うん、そのエネルギーっていうのを、はい、エネルギー政策をつなげてない、つながってないんですよね。つながってない、 それで日本だけがいまだにグリーンとか言ってるわけですよ。だけど日本のグリーンの関連の株って下がってるでしょ今。なんか市場はそういう評価なんですよね。ああ、いや結局現実見ないでしょ、みたいな。見てないでしょ。もうすでに見切っているところがあると。で確かにヨーロッパはね、その全部舵を切ってますから。そうですね。参院選の争点の話をしております。まあその中でこの電気代を下げなければというところなんですが、でさっきも言いかけましたけれども。ねえ、はい、物価の上がるその要因のかなりの部分をエネルギーの価格が占めていて、うん、はいはい、で要するにその電気も含めてですね、何を原料にして作るかっていうところで、うんうん、やっぱり化石燃料っていうと輸入に頼ることになって物価が上がってしまう、うん、はいはい、ここ連動してんじゃんって話ですよね。そうなんですね。だからヨーロッパはそこ分かってるから、はい、エネルギーの方をまず大きく舵を切ってるわけですよね。で日本の場合は、まあ、一つはその原発をどうするんだという話ですけれど、はい、ここについてみんなあんまり明確なことを言いませんよね。言いませんね、言いませんね。何かその政治的にこう原発ってね、非常に政治的なイシューになりすぎてしまって、はい、これ言うと叩かれちゃうからっていう感じになってるんですけれども、やっぱりその現実論を避けて通るようではなかなか難しいんじゃないのかなと思いますね。それからもう一つその化石燃料ですけれども、はい、さっき石炭にねドイツが回帰するという話ありました。日本もその必要は、うん、あるというか考えなきゃいけないんじゃないでしょうかね。日本の石炭火力ってものすごいその技術を持っているし、はい、今またさらに新しい技術がね、バージョンアップされてるわけですよね。石炭ガス化発電とかね。そうです。それでこの石炭に関して言うならば、それこそ今安全保障上も日本と非常に関係の強くなっているオーストラリアから、はい、輸入するということは可能なわけですね。かなり良質な石炭が取れる。そうです。それでしかも採掘してる技術は日本の技術にかなり寄ってるところがあるという状況ですから、まあ、日本の商社も入ってと。そうなんですね。それから機器ですね、採掘のための機器が日本のものを使ってるというところもあるので、やはりね、今までこうグリーンの方向にぐーっとシフトしてきたんだけれども、やっぱり状況を考えて現実論に、まあ転換すると
いうことを言わないといけませんよね。まあ、しかもこのね、別にその全くグリーンのことを考えないわけではなく、じゃなくて、非常に高効率な、はい、そうですね、バランスの問題で、例えばその、原発46基分でしたかね、の電力を今後再エネでやっていくと、これはどう考えたって現実的じゃないですよ。それからみんなの、例えば家庭用、さっきはね、産業用電力の問題を言いましたけれども、はい、家庭用の電気代に関しても今だいたい1割強再エネの賦課金が乗ってるじゃないですか、はい、これをどん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 また増やしていくんですかという状況ですよね。それから再生可能エネルギーに関してもいろんなリスクがようやく具体的にアナウンスされ始めている。例えば太陽光発電、はい、まあ、このパネルの問題ですね、8割は中国産で、そのうちの6割近くは新疆ウイグル自治区産だから、アメリカはもう輸入を基本的にはしないという方向に来てるわけですね、はい、それからその太陽光パネルそのものの、まあ、劣化、あるいは災害での対応ですね、それから風力もそうなんですけれども、まあ、こういうことを考えていくと旧来のね、はい、電源ですよね、これをもう一回見直すべきで、そこから経済の、その、まあ、それこそインフラですね、それを作っていくっていうところから始めないといけないんじゃないでしょうかね。まあ、そして、まあね、この、まあ、物価だとかエネルギーと並んで、はい、まあ、争点だと言われるのが、先ほどもちょっと出ました、安全保障について。安全保障ね。まあ、この安全保障についてもなんとなくみんなふわっとしたことを言っていて、例えば自民党はその改憲、憲法改正をね、はい、その早期に実現すると、はい、もうすでに早期じゃないんですけどみたいな感じはありますよね。あ、もうそれこそね、まあ、自民党は党勢として改憲と言ってるわけだから、そうすると60年以上ということにもなるし、そうですね、で去年ね、一部の党派の代表からも、まあ、この参議院選挙で合わせて国民投票やるぐらいのっていう発言もあってね、いや、そのぐらいのスピード感は求められるよなと思ってましたけど、そういうふうには全然ならずという感じですね。まあ、野党側もね、立民は国民投票法は改正すべきだという話、はい、それから、まあ、共産党は憲法を守れと、はい、で国民民主は緊急事態条項を創設しよう、あるいは維新は自衛隊を明確に規定をしようと、はい、公明党は自衛隊の明記を検討というようなね、形で、まあ、様々主張はしておりますけれども、はい、まあ、ちょっと難しいですよね、なんかね、果たして今年中にその憲法改正の発議がね、はい、現実のものになってくるのかっていうと、今の各党の、まあ、例えば党首の方々の話を聞いていても、うんうん、ちょっとそういう勢いは見えないですね。まあ、これだけ安全保障にね、世論調査なんかを見ると、はい、関心が高まっているだけに、そうですね、国民のその実際にね、例えばテレビ番組でリアルタイムでアンケートなんかをやると、はい、その防衛費の、まあ、増額、はい、こういうものについては相当多数の国民が賛成してますよね。これは今までになかったことで、おそらく、まあ、ウクライナの現状を目の当たりにしたことと、それから日本がもう今や3カ国を相手にの、はい、3カ国の脅威と対峙しなきゃいけないっていうことを国民は分かってきたってことだと思いますけどね。中国、ロシア、北朝鮮、はい、おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。アメリカの財務次官がロシアの侵攻以降サイバー攻撃の脅威が高まっていると警告。アメリカのアディエモ財務次官は17日、ロシアによるウクライナ侵略以降サイバー攻撃の脅威が高まっていると銀行関係者に警告しました。連邦政府と金融機関が情報を共有し、常に先んじた状態にあることが重要と強調しました。またロシア通信は17日、ロシアのプーチン大統領が出席したサンクトペテルブルク国際経済フォーラムがサイバー攻撃 DDoS 攻撃を受けてシステム障害に陥り、全体会合の開始が1時間以上遅れたと報じました。サイバー攻撃というもの、これね、それこそウクライナへのロシアの侵略が始まった当初も、はい、日本だって狙われるかもしれない、そうですね、確かこの番組でね、一度話題にしましたよね、はい、まあ、日本のね、この、まあ、金融機関だけじゃなくてインフラだとかというところもね、そうですね、重要インフラですよね、そこへの備えが果たしてどうなんだと、
の各国と比べるとね、やはり日本は特にそのサイバー攻撃の方のね、部隊っていうのを作りにくいっていう状況にありますし、はい、まあその専守防衛というものですか。そうなんですよね。だからこれサイバーの方にも同じことが言えますからね。まあ、そのあたりも含めましてですね、うん、はい、ここで NTT のチーフサイバーセキュリティストラテジストの、松原美穂子さんにウクライナ情勢をめぐるサイバー攻撃について伺ってまいります。松原さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。さあ、まずは簡単でありますが、松原さんのプロフィールをご紹介いたします。早稲田大学ご卒業後、防衛省に9年間勤務されました。ジョンズ・ホプキンス大学高等国際問題研究大学院で国際経済国際関係の修士号を取得されております。現在は NTT のチーフサイバーセキュリティストラテジストとして、サイバーセキュリティに関する情報発信と提言に努められていらっしゃいます。著書に新潮社からサイバーセキュリティ、組織を脅威から守る戦略人材インテリジェンス、という本が出されていて、大川出版賞を受賞されていらっしゃいます。今日よろしくお願いいたします。こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。さあ、まずですね、さっきニュースのリードでも読みました、サンクトペテルブルク国際経済フォーラムで DDoS 攻撃というものがあったんだということ、これについての説明をお願いしたいんですが、これウクライナ側もロシア側もこの主流は DDoS 攻撃というやつなんですか。はい、まず DDoS 攻撃についてご説明したいんですけれども、はい、これはですね、標的のサーバーやウェブサイトの処理能力を超える大量のデータを送りつけてダウンさせてしまう種類の攻撃を言います。例えばですね、はい、50人しか収容できないレストランに、40人のお客さんがいらしたのであれば余裕を持ってレストラン側も対応できます。ところがそこにいきなり100人や1000人が同時にやってきて、自分を先に入れろとわめき立てたら、レストラン側の方も対応不可能になってしまって店を閉めてしまいますので、はい、それが DDoS 攻撃です。で、今回の戦争でウクライナの軍事侵攻の後、はい、例えばウクライナの義勇兵的な IT 軍ですとか、国際ハッカー集団のアノニマス、そして親ロシア派のハッカー集団のキルネットといったさまざまな国の民間のハッカーが参戦してきているんですけれども、はい、DDoS 攻撃はですね、実はそれほど高いコンピュータースキルがなくても実行可能な種類のサイバー攻撃ですし、しかも標的のウェブサイトをあからさまにダウンさせ、しかも業務を止めてしまうという象徴的な意味合いも持っているんですね。ということで、今回の戦争中にアノニマスやウクライナの IT 軍、ロシアのキルネットが対応していることは事実です。ただ、はい、DDoS 攻撃以外にも様々な攻撃は行われていまして、例えばですね、アノニマスはロシアの複数のテレビ局を2月にハッキングして、はい、ウクライナの愛国的な歌ですとか、ウクライナへの軍事侵攻の様子を放送する、あるいはロシアから盗んだと主張している機密情報の漏洩も行っているので、はい、DDoS 攻撃以外にも様々な種類の攻撃が行われています。で、今週末24日で、ロシアの、ね、侵略4ヶ月が経過するということなんですが、思ったよりもこのサイバー攻撃っていうものが、まあ、目立っていないというか規模が小さいようにも感じるんですけれども、はい、そのあたり松原さんどう分析されていらっしゃいますか。はい、確かにおっしゃる通りですね、今回の軍事侵攻がもし起きたとすれば、事前に予想されていたのはクリミア半島の併合の時のように相当苛烈な妨害型のサイバー攻撃が特に通信をはじめとする重要インフラにもあるだろうと思われていたんですけれども、それは確かにおっしゃる通り予想が外れました。で、その理由にはロシア側、ウクライナ側、そして世界のそれぞれの事情があると思います。まずですね、ロシアは、よく言われていることですけれども、ウクライナ側がすぐに屈服するだろうと甘く見ていて、占領後に自分たちの使えるインフラを取っておきたかったので、ある程度攻撃を抑えた可能性があります。なるほど、はい、それから戦争中ですと、やはりさまざまなインテリジェンスを収集し適切に判断することが求められますので、自分たちの
サイバースパイ活動の攻撃インフラとしてウクライナの通信インフラが必要になりますので、それで取っておきたかったのかもしれませんし、しかも今は戦争中ですので、サイバー攻撃よりも殺傷力や破壊力で勝る爆撃やミサイルを使った方がいいという戦術的な判断があった可能性もあります。それから、まあ、ウクライナ側の事情ですね、2014年のクリミア併合の後もたびたびロシアから大規模なサイバー攻撃を受けてきていますので、その反省から本当に国家を挙げてこの8年間サイバーセキュリティ対策を進めてきましたし、アメリカやイギリスもウクライナに対してサイバーセキュリティ強化支援を行ってきましたので、そうした諸々の事情があって今のところロシアからの妨害型のサイバー攻撃の被害をある程度抑制できている可能性はあります。なるほど。さあスタジオにはジャーナリスト有本香里さんもいらっしゃいます。おはようございます。よろしくお願いいたします。おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。松原さんのご本を拝読しまして勉強させていただきました。いろいろと。ありがとうございます。はい。で、まあ、日本なんですけれども、はい。まあ、一応その東京オリンピックの時にですね、まあ、大規模なサイバー攻撃があるんじゃないかとだいぶ言われていて、で、はい、数としては相当な実はサイバー攻撃を受けていたんだけれども、はい。まあ、ここはうまく守りきったと。いうことのようなんですが、ただ先ほどもちょっと私触れましたように、日本はサイバーの攻撃部隊というのを組織しづらい、まあ法律上もですね、そういう、はい、国自体の立て付けになってますから、はい、この日本のサイバーセキュリティ力っていうのに非常に不安がある、あるいは不安を寄せる声が非常に多いと思うんですけれども、はい、このあたりは今どういうふうに評価をなさってるんでしょうか。はい、今有本さんがおっしゃられましたように、実は私のところにもですね、何人かの方が、まあ、国内外からですけれども、はい、日本のサイバーセキュリティ能力は大丈夫ですか、はい、と、まあ、おっしゃる方がいらっしゃるんですね、ただ私がそこでいつも申し上げているのが、東京オリンピックパラリンピックは実はロンドン五輪が受けた2倍以上もの 4.5 億回という、まあ、膨大なサイバー攻撃を受けたのに、まあ、適切なサイバーセキュリティ対策をして、でしかもコロナ禍という前代未聞の事態においても大会運営に支障をきたすようなサイバー攻撃被害を出さずに済んだんですね。でこれは今までの、まあ、近代のオリンピックパラリンピックが受けたサイバー攻撃の被害を見ると、はい、実に驚異的なことでして、でアメリカのサイバーセキュリティの教授も東京オリンピックのサイバーセキュリティは世界が模範とすべき成功事例だと絶賛しているので、これは日本は自信を持つべきですし、で東京オリンピックだけではなくって、その前の例えば G20 だったり、まあ、ラグビーワールドカップといったサイバー防御を通じてサイバーセキュリティの人材を育ててきてますので、今こそこうしたウクライナ情勢もあって世界がサイバーセキュリティにより関心を持ち懸念を持っている今だからこそ世界に対して貢献すべきですし、日本が今何をできるのかということをもっと PR すべきだと思います。そうですね、はい、それをその自分たちが今まで何をしてきたのか、うん、何ができるのか、そして何を世界、例えば、まあ、アメリカですとかイギリスとか、まあ、オーストラリアと一緒にやらなければいけないのかということを明示しないとですね、はい、やはり、まあ、世界は不安に思いますし、うん、まあ、国民も本当に大丈夫かなというふうになってしまうのはそれはもう致し方ないことですので、そうした日本は認知戦ではもう完全に負けていると思います、うん、認知戦の部分で、なるほど、はい、実際現場はじゃあかなり頑張って、これ世界でもかなり簡単なもんなんですね。はい、他の例えばランサムウェア攻撃の被害率で考えてもですね、実は日本はアメリカやイギリスやオーストラリアに比べると圧倒的に被害の率も少ないですし、しかも身代金を払う確率も低いんですよ。へえ、いやー、松原さんちょっとその辺聞くとな、自信がというか安心できました。朝からどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。またよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いて教えてニュースキーワードです。フランス総選挙。フランス国民議会総選挙は19日決選投票が行われました。中道のマクロン大統領の与党連合が第一党を維持しましたが、改選前から100議席も減らし、過半数の289議席を大きく割り込みました。
まあ、ここで国民連合、まあ、ルペンさんがね、はい、率いる右派が大躍進という、そうですね、80議席以上増やしたということが、まあ、話題になっておりますが、うん、一方で急進左派の方もかなり増やした。そうですね、だから右と左と言われる、うん、ところが支持を増やしたというか議席を増やした、はい、で特に国民連合に関しては、うん、まあ、日本でいうところの政党交付金みたいなもの、はい、これを受け取ることになるので、資金的に非常にその良くなっていくんじゃないかと、うんうんうん、大統領選でもかなりね躍進がありましたからね、はい、今後支持を拡大していくっていう基盤を今作りつつあるんでしょうね、うん、ただこれヨーロッパはここ数年言えることなんですけど、はい、まあ、ヨーロッパ的にね、極右とか極左とかっていうふうに位置づける政党がどんどん支持を拡大してますよね、うんうんうん、従来のその中道にある、まあ、政権与党的なところが、はい、むしろちょっとこう支持を拡大し損ねていると。うん、で今回はおそらくその連立をうまく組まない限り、はい、で連立は共和党っていうところはちょっとそれを拒否しているようですけれども、うん、だからかなり野党側にいろんな協力譲歩していかないと、まあ、マクロン大統領の政権運営というのは非常に厳しくなっていくと、うん、まあ、こういうことですよね、うん、ただここからね読み取れるのは、まあ、日本の選挙もこれからしばらく日にちがありますからね、はい、何とも言えませんけれども、うん、日本の場合っていうのはこう国が危機に陥ったりすると、まあ、保守政党あるいはそれまでのね例えば自民党、うん、与党が強いという傾向があるんですけれども、まあ、ヨーロッパなどは必ずしもそうじゃなくて、で今のこの物価高やなんかに対応する、まあ、この国民の不満ですよね、はい、こういうものが現状じゃダメなんだという方向に行く。それからこの数年来ですね、うん、例えばそのブレグジットの動きだったり、あ、イギリスのあるいは、あるいはそのヨーロッパ各国での、うん、もうその EU から離脱してもいいんじゃないかとか、うん、あるいはユーロってものはどうなんだとかっていうふうな動き、はい、これにはだいたいその極右とか極左と言われるようなところが、なんていうかな、そういう、うんうん、まあ、アジェンダを出していると、はい、いうところですよね。でそれはなんでなのというと、日本でもねちょっとそれに近い傾向はやや見られるのかなと思うんですけど、例えば令和新選組、はい、まあ、かなり左に寄ってる政党だという私は認識なんだけれども、うんうん、まあ、だから従来の右左っていうのがあんまり意味なくなってきてるのかもしれません、それと、まあ、右派の新しい政党勢力っていうのが今回出てきてますよね、うん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 、部分的に見るとちょっと同じようなことを言ってる面もありますね。あ、まあ、ね、税金の部分、そうですね、消費税を下げようであるとか、廃止されるようであるとかね、うんうん、まあ、あるいはその国民にもっとそのお金を還元しろというところですね、はい、このあたりっていうのはかなり近いことを言ってるよねと、うん、だから従来の右とか左とかっていうことがほとんど意味をなさなくなっていて、うん、やっぱり国民のその悩みっていうのを本当にその救い上げるかどうかっていうところに、はい、多分、うん、ポイントがいってきているんだろうなと。従来の右左のこう物差しっていうのが、まあ、ある意味のイデオロギーの部分であったけれども、うんうん、そうじゃなくて、国民の生活であるとか、はい、安全であるとかね、うん、そこで、まあ、切り口が出てきていると。既存の政党は俺たちの気持ちなんか分かってないじゃないか、分かってないじゃないかっていうところの不満がそういうところへ行く可能性ありますよね。だから今回もそうした日本でも右左の、まあ、少数政党ある程度議席を取るという今のところ予測はありますよね。うーん、ある程度ってまあ非常に少ないんだけれども、でもいきなり出てきて、まあ、それこそ数議席でも取ればね、これは大変なことなわけで、うん、だからこれ先進国共通の何か悩みというか、うん、どう救い上げてそれを政策に生かすんだっていう、そこが目詰まりしてる部分が大きいんですかね。あるでしょうね。で、うん、今までのその、まあ、支配層っていう言い方もちょっと古いけれども、エスタブリッシュメントっていうんですかね、うん、これに対してやっぱりそれでは国民の生活は良くなってませんよというあたり、はい、もう残りじゃあ右と左は何が違うんですかっていうと、日本で言うならば、うん、国体に対する考え方ですよね、うん、それが違うぐらいで、経済政策だとか社会福祉だとかこういうことに関しては実は結構近かったりするというところですよね、うんうん。
まあね、その辺の国対に対する考え方だとか、うんうん、あるいは安全保障で少し違いはあるけれども、結局そのコアの部分の不満をこう救い取れない、うん、そうですね、でもそこがこう、ね、目詰まりしたまんまっていうのは、うん、まあ、これ閉塞感がずっと長く続いているからこうなっているという部分も大きいかもしれないですけど、はいはい、まあ、ここ 2,30 年のそうする意味では経済政策がおろそかになってきたことのつけみたいなものもあるのかもしれません。あるでしょうね。日本はだって賃金の面でいうと90年代からほとんど上がってないわけでしょ、はい、だからむしろこれをね、本当にうまくすくい上げて一気に躍進するっていう野党が出てこなかったことが不思議なぐらいですよね。